カリーブルストドイツの軽食屋台の一例、ベルリンシュテーグリッツクの中心部にある、老舗店、ツアブラートファンネ、ボルフスブルクで、フォルクスワーゲン社が経営する自動車のテーマパーク、アウトシュタットで販売されているカリーブルストヘルタ、ホイバーのソーセージ屋台や土地を記念する名盤、カリーブルスト、またはカレーブルスト、クリーブルストは、ドイツ料理の一つで、特に発祥地であるベルリンやルール地方。 ハンブルクで人気のソーセージ料理。ブルストとはドイツ語で、ソーセージの胃。焼いたソーセージの上に、ケチャップとカレー粉をまぶしただけの単純な料理だが、根強い人気のあるメニューである。レストランよりは、街中の軽食スタンドなどで売られていることが多く、注文すると、ほとんどの場合ブレート編が一つか、フライドポテトがついてくる。一時期は、庶民の味、ファストフードとして圧倒的な人気を博した。 近年はピザやケバブの人気に押されているものの、ドイツのどこでも食べることのできる大衆食としての地位は不変である。カリーブルストは第二次世界大戦後のドイツで普及したが、いつどこで発明されたかについては、異論が多く定かでない。ベルリンでの定説では、カリーブルストのソースは、ヘルタホイバーという女性が発明したとされている。彼女は、西ベルリンのシャルロッテンブルクでソーセージ屋台を、 経営しており、ケチャップ、ウスターシャーソース、カレー粉といった材料をイギリス軍兵士から仕入れていた。1949年9月4日、雨で客が来ないため退屈しのぎに材料を混ぜた結果、カリーブルストができたという。以後、ベルリン市街を再建する建設労働者の間で人気を博するようになった。前世紀には週に1万本を売ったという屋台をもとに、 彼女はレストランを開き1974年まで経営したという。ベルリンには2009年にカリーブルストの発売60周年を記念してカリーブルスト博物館が開館している。ルール地方の言い伝えではエッセンのソーセージ屋台で店主がカレー粉の入った缶をケチャップの中に落とした偶然から発明されたとされている。ありがとうございます。